新潟には美味しいラーメンがたくさんあるんです。なのになぜ新潟市は2位なんでしょうか。はい、こちら去年のラーメンの支出額ランキングなんですが、はい、2位新潟市、1位は山形市で、3位は仙台市と、いやこれは悔しいですよね。そこでこの新潟のラーメンを盛り上げようと、新潟ラーメン店の店主の皆さんが立ち上がったんです。ということで今日は中華そば石黒にお邪魔しています。ここからは石黒さんにお付き合いいただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。おとといの夜にこの新潟のラーメンの店主の皆さんが集まって、あるシンポジウムが行われたということなんですよね。はい、そうなんです。どういった内容だったんでしょうか。はい、新潟県のラーメン店店主が集まって、新潟ラーメンをどう盛り上げられるか、県外の皆さんにも知っていただけるかを、熱く語り合いました。どんな意見が出たんですか。そうですね、長岡の店主さんからなんですけれど、ラーメンいきなり盛り上げようと思って、知ってもらおうと思っても難しいので、やっぱ有名な花火大会などがあるので、そこに関連づけて、PR できたらいいんじゃないかという話がありましたね。なるほど。石黒さん自身はどうお考えですか。はい、僕もその意見は本当にいいと思ったので、新潟には他にもスキー場や花桜など、PR で、全国的に有名なものもあるので、そこで一緒に PR できたらいいんじゃないかなって思いましたね。確かにこう全国の人が集まる機会に新潟のラーメンを知ってもらうっていうことが大切ですよね。はい、そうですね。ということはまずはこう皆さんに食べてもらわないといけないというのがありますよね。はい、ということでラーメンを食べます。今日ご用意いただきました。どんなラーメンでしょうか。はい、こちらは前回極煮を食べていただいたんで、はい、そのつけ麺バージョンの極煮をつけ麺になります。そうなんです。実はね、前回私こちらのお店で極煮ぼというノーマルのラーメンをいただいたんですけれども、はい、今回はつけ麺バージョンということなんですよね。麺が太いこと。でこのつけ麺、あったかいですね。この結構熱々、結構熱々でした、思ったよりも。気をつけてください。ではいただきます。すいません。ラーメンはでも熱々がいいのよ ね。一番美味しい状態ですね。そうやって食べて、おいい表情。麺もっもちもち、そしてこの豚骨ベース、ごめんなさい、豚骨ベースのね、通ってこの煮干しがしっかり効いていて、ただその煮干しのね、独特の臭みがなくて、とっても美味しいですね。はい、はい、そうなんですよ。食べやすいですよね。はい、そうなんです。やっぱり煮干しいっぱい使ってるんですけれど、はい、煮干し苦手なお客さんっていうのも結構いらっしゃいますので、そういう方にも一度食べていただきたいなっていう、それ好きになってもらいたいなっていう思いで作ってますね。なるほど。いや、とってもこんな美味しいラーメンがありますから、後で私は後ほど堪能させていただきますけれども、はい、ぜひ石黒さん、最後にラーメン愛を語ってください。はい、まあラーメンのみんなで、熱く盛り上げていきたいと思いますので、皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。石黒さん、ここまでありがとうございました。ありがとうございました。以上、中継でお伝えしました。はい。